この度は、なんと、ルミネ10周年ということでございまして、おめでとうございます。こちらプレゼント男に何もまーい。2つ、2ナイツ入っちゃいましたよ。はい。ということでございましてね、ルミネの思い出でございますけれども、いやー、たくさんありますけれども、やっぱね、最初に七時九時に出れた時、もうそれはね、本当に、もう一番今まで芸人やってきた中でね、緊張したんじゃないでしょうか。自分の初めてのね、出囃子と共に出てくるっていうのとかだったりね、20連発っていうのが昔あったんですよね。新ネタ20連発っていうのがありまして、その時に僕はアクセルホッパーでこうテレビ出始めた頃で、その時はね、地方から結構こう来てくれてる日でして、その僕は一応ね、今永井雄一郎ってこうモニターに出てもね、特に反応まあやかましいわ。そうなんですよ。でもその当時やっぱテレビ出始めだったんで、永井雄一郎うわーってなってくれたんですね。でパンパンスパパンで出始めたから、それを見に来てくれたと思うんですよ。で僕ね、結構ね、勝負しがちと言いますか、すぐいろいろなネタをね、こう試したくなっちゃうんで、その時にね、持ってったネタが酔っ払いのネタだったので、酔っ払ってこう出てきて、女房にも捨てられて子供にも捨てられちゃって、今日はちょっとエロい人を探しに来ましたみたいな酔っ払いのクソつまんねえネタやったら、ブーって言われたの。もうその時のね、その時が一番辛かった。もう無音よ。もう今まで芸人生活やってきた中で一番の無音ね。400、500ぐらいの満席の中の無音っていう状態を味わいましたね。まあそれがもう本当に今でもね、思い出して残ってますけど、あとそうだ、あと最後に特に何もまあなかった、もうなかった。ということでございまして、こちらの、10周年の方はですね、こちらルミネのホームページだったり、あとは YouTube の方で見れますので、ぜひとも皆さん見てください。それでは皆さん、いい夜を。グッマイ。終わりですよね。終わりました。ありがとうございます。終わりましたね。終わってますよね。まだの。ちょっと本当に何もない。何もなかった。